はいどうも、ジャンダルクです。というわけで、今回は、世間がね、ワールドカップで盛り上がってる中、はい、こちら裏でね、BF2042 が、待望の新シーズン開幕ってことで、はい、こちらエスカレーションですかね、実装されております。まあね、ちょっと今、MW2 が出たばっかだから、まあ僕のチャンネルではね、なかなかちょっと BF に触れることができないんだけど、まあそれでもね、いや、これはぜひとも動画にしておきたいなと、まあ後世に残しておきたいなってことで、いろんなね、ちょっと面白い追加要素などが来ております。はい、ということで、まずはこちら新キャラクター、全員。なんかもう見た感じ一般兵士みたいな、みたいな感じのこう特徴のない感じが特徴なんだけど、こちらのね特殊能力がめちゃくちゃ面白くて、まだね一回も使ってないんだけど、 XM370A 物陰に隠れた敵を炙り出すのに有効なエアバーストライフルってことで、まさかの BF4 でね登場したエアバーストが使えるわけなんですよ。もう懐かしいですよね、あのロッカーでさ、もうめちゃくちゃ適当にぶっ破してキルするっていう。いや、あのなんだっけな、あれ名前 XM なんちゃらだったよね。ちょっと番号まで忘れちゃったんだけど、あったんよ BF4 で。それがね多分使えるっぽいんだよね。ちょっと仕様は全く変わってるかもしれないんだけど、まあエアバーストって言ったらそれかなっていう形なんで、これめちゃくちゃ楽しみですね。で、あとね、いろいろと新武器が実装されております。まずはこちら、ロールシャン先生 MK4 ってことで、はい、こちらまさかのレールガンが実装されてます。っていう。いや、まあ、コールオブデューティーヴァンガードもね、レーザー銃出しましたから、まあ、それに対抗してね、近未来というか、まあ、近未来でいいのかな、レールガンって。まあ、一応レールガンってなんかあるよね。実際なんか開発されて、実戦導入されてるか分かんないけど、多分あるはずないよ。こういう小型化は多分ないと思うんだけど、そう、大きいやつで確かあったはずだから、まあまあまあ、未来なのか近未来なのかちょっとわかりませんが、レールガンが実装されております。しかもこれが、フルオートバーストスナイパーライフが可能ってことで、いや、ヴァンガードとね、申し訳ないけど全く一緒なんよ。そう、ヴァンガードもスナイパー化できたし、バースト化もできるし、フルオートも使えるっていう。なんか、まあそこからアイデア得てるんかね。で、あとその他新武器とかが、これサブ武器でなんかあるんよね。P125 ってことで。これもなんか元デザインなんかあるんですかね。で、あとこれが、多分 DP かな、ダブルバレルのショットガンで、2発こうバンバンって撃ってくれるやつなんだけど、まあこれがね一応使えることができます。いいですね。っていう形で、めちゃくちゃね、面白い武器が実装されてるから、早速こちら使って実況プレイやっていこうかなと思います。はい、ということでこれからもですね、 COD だとか、FPS 系に関する動画ねガンガンと上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では参りましょう。はい、でちょっとね試合に行く前にこちら検証というか、実際こんな感じやでっていうのを見せていきたいんだけど、まず FPS 視点こんな感じですね。はえーっていうサイトめちゃくちゃ独特。まあ一応ね、レベル上げたらサイト変えられるんだけど、一応デフォはこんな形ですね。で、実際はこう、ディレイがあって、こんな形でチャージしてから撃つんですよね。これがスナイパーモード。で、これマガジンを変えてあげると、これ一番下がフルオートですね。ババ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 。で、こっちがバーストモデルになるみたいです。リロードがね、めちゃくちゃ面白くて、ほら、ピッてボタン押すんですよね、マガジンチェンジしてから。はい、これがバーストですね。で、一応これね、いつもリップくれる優しい人がいるんだけど、まあ、この人が一応ツイッターで検証してて、ダメージ倍率はこんな形となっております。まあ、ぜひ参考にしてください。おー気持ちええ、ははは、AI だけど、めっちゃ気持ちええ。一応こうやってダメージ入るらしいですね、ビークルにも。これはもうなんかもうね、大人数で撃ったら秒で壊れそう。だとね、指差しスポットがね、なんか復活してるっぽいんよね。BF1 の頃にあった機能なんだけど、あれ ?5 あったっけ ?5 なかったよ、ね。ほらほらほら、できるんよ。すごくない？ OK。OK。スナイパーライフォー。で、エアバーストが、これですね。あ、だからこれさ、多分あれ、B4 の仕様一緒だったら、多分だけど、これちょっと間違ってたらすいませんなんだけど、これ、まあ、例えばこれ後ろ隠れてると思ったら、ここに多分エイマーした状態で、ちょっとずらして撃つと、多分こんな感じで、そう、爆発したはずなんだよね。そう、多分これでなんかゼロイン調整的な感じだったと思う。ほら、ここで爆発するみたいな。で、これも、ここで撃ったら爆発するみたいな。だから狙わずやったら、あれ？もう行った？だからちょっとこの辺ごめん、仕様わからんからあれだけど、まあまあ、言いたいことはわかるはず。まあ、こんな感じで、物陰に隠れてるところで空中爆破がしてくれますよって、こんな感じね。っていう感じなんでね。まあ、ぜひこちらも楽しみに使っていきましょう。さあ、では早速こちら新マップで、レールガン使ってやっていこうかなと思います。イェーイ！ということで、なんかハッカーって言ってる人いるけど大丈夫これ。はははは、幸先不安なんだけど。わー、てかめっちゃ拠点取られてんな。なに、そんなやべえやついんの？ワオーって言ってるやついる。え、そんなやべえやついんの？逆に見てみたいわ。逆に、そのえげつないヘッドショット見てみたい。ワオー。ワオー。あ、ははは、連続ヘッドショット決めてる。LCMG で。はぁ？チーターじゃん。抜けるわ。さすがにヘッド3連チャンは抜きはえげつないでしょ。はい、ということで早速やっていきましょう。ういーす。なんかやっぱマップはすごい直線的ですよね。まあ、こういうところでスナイパー使ったらめっちゃ気持ちいいやないかいって言いたいんやけど。うん、とりあえず B1 これで通るじゃん。
で、どうすればいいんだこれ。スナイパーポジで、あ、C1 か。なんか C2 建物だから、多分僕が行くんだったら C1 行こうかなと思ったけど、やっぱちょっとフルオートで使うのもありだよな。多分レベルをサクサクサクって上げるんだったら、やっぱフルオートで、チャチャチャっていうのが強いと思うから、まあこれでバチコイとかましていきましょう。おい、なんかまだチャットがてんてんてんって言ってるけど、なんかあったんか？怖いぞ！やめろよ。ほう。これが C2 か。まあちょっとインファイト系に持ち込める。お。おー。すげえ、なにこれ、なんかメタルギアっぽい。落とし穴じゃん。あっぶな。え、なにこれ、壊せる？これ壊しそうだな。おー、壊した壊した壊した。待って、すごくない？初見でちゃんと壊して立ち回ってるよ。はい、上から忍者ごっこ。すげえ、ダクトの上こんな感じなんや。これと負け必須じゃない？この上だったらね。すっ、これレーザーガン、サプレッサー効果あんのかな。マジ？やっぱ打ち始め遅いからきついわ。なんか常にもうなんかエイム歩きしとかないと勝てない。俺の武器拾われたし。いや、これフルオートでもやっぱきついもんきついな。味方ナイス。いるね、赤手映ってんね。こういう形でダクと、いるね。こんな感じだな。キルする、キルする。いやー、さあ味方で湧く。あ、めっちゃいいポジション取ってくれてるやん。ナイスキル。え、残り10発しかないから、10発はさすがきついから、ちょっと味方カバーよろしく。これもう、打ち合いながら、もういると思ったら、もうあの、チャージボタン押すんよ。そう。で、チャージボタン押しながら行く。いや、これ使い勝手がまた大変だな。だな。発煙筒オンライン。は、まあ、フルオートでも使えんことはないですね。全然やっぱ火力は高そう。使い勝手が悪い分ね。それこそあれだよね。BO3 のバジリスクもこんな感じだったよね。打ち始めが遅いみたいな。レーザー銃あるあるとか、近未来銃あるある。なぜか。なんかそのディレイが遅くてみたいな、その代わり高火力みたいな。あ、でしたね。あーね、この距離はさすがにちょっとフルオート無理だし、弾数的に20発だから辛いね。で、こういうところはちょっとスナイパーに切り替えてあげて、しっかりと弾も回収する。ここはもうスナポジでしょ。味方上がれ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 。俺はこの間スナイパーする。あ、大丈夫か。怖い怖い怖い。負けー。ほい、当てる。オッケー。てか、即弾着なのは、それは強いんだけど、あれだね、リレーがあるからさ、タイミング逆にずれるわ。いや、まだ普通に偏差がある方が、俺はまだやりやすいかもしれない。けど、まあ、慣れだよな、多分。このディレイも慣れて、チャージして、この感覚で弾当たりますよっていうのを把握、体で覚えれば、何のそのですよ。何のそのです。オッケー。こういうことね。何それ。まあ、弱くはなさそうだよな、ね、やっぱ。弾着が早いのは、すごい魅力的ではあるよね。ただやっぱその分ディレイがあるのはマジで辛い。で、ここら辺が撃ってきてたよね。いたわ。ちょっと待って、見えない。くれ！当てたけど頭じゃないとダメなんです。ちょっとフルオートに切り替えて、いるな。やるじゃん。リロード。あー、弾が足んねえ。いや、これ20発はきついわ。角間が欲しい。ちょ、本当にね、あれだ、やっぱサウ武器使わないとダメだな、これ。癖がすごいんじゃ。けど、ロマンなんじゃ、レールガンは。いたな。これはスナイパーに切り替えて、いたいたいた。即弾着、素晴らしい。あー、あと一発。あと一発なんだよ。オッケー、頭狙ったよ、これは。ナイス。とかさ、あれだね、なんかこう、スナイパーライフル弾にしたら、20発も撃てるの強いね。ほう。惜しい。ナイス、ヘッドショット。気持ちいいよ。いるね、そこ。これもヘッドショット。まあ、こういうのは強み。痛い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 。けどやっぱ前に出て、フルオートでガンガンキルしたいな。待って、いるじゃん、そこ。抜く、ナイス。いいね。スモークガン投げして、あ、いるわ。抜くじゃん。リロードしつつ、そこのスモーク黙々に隠れて、はは、は、は、待って、これ、毎回ヘッド食らうんだけど、こいつ。あれ、敵 AC の使い手いるな。めっちゃ前ついるわ、あれ。スモーク投げて、あー、ここスナイパーポジにしよう。スナイパーで、惜しい。あれ、ほら、やべえ、偏差ほぼなしやん。おー、すげえ。惜しい。惜しい。ちょっと味方邪魔。いやけどこれ気持ちいいぞ。これ倍速つけたら化けるわ。今3倍しかないの辛いな。ちょっとレベル上げたいわ、これは。ちょっとまずやるゲームが多すぎる、本当に。俺は何のゲームをすればいいんだ。痛い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 。
え、マジこいつやばいってマジで。毎回ヘッド抜いてくれんけど。ほら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 、やばいってほら。え、ヘッドめっちゃ抜いてるよあいつ。毎回ヘッドだよ。ほらほらほら、またヘッド抜いてる。ほらまたヘッド抜いてる。え、これヘッドマークだよね、違う？え？うわー、え、やばいってほら、キルログやばくない？あれ？え、ヘッドマーク、え？なんでそんなことなってんの？あー、チーラね。もうなんかそのチーターかとか疑うのもめんどくせえ。一発当て、二発当て、ナイスキル。マジ？これ普通のサブマシンガンでやっちゃう。うー、リロード。味方カバーちょうだい。まあ、やっぱスナイパーモード全然ありだなって思うよ。やっぱそのディレイがあるから、そのディレイのタイミングがすごい難しいけど、だからずっと追いエイムしてないといけないんだよね。撃つ瞬間こうフリックでピッて当てるんじゃなくて、ずーっと追いエイムして追いエイムして、チャージされた段階で当たるようにするみたいな、微調整するみたいな感じだから、いやこれ難しいな。負けー、一瞬で上がってくれ。これ無理やり上がるわ。フロート切り替えて、スモーク出てる間に一旦上取るか、だから腰打ちで打ち入るやり方するか。よく見るやり方ね、こういう武器あるある。腰打ちから打ち入ってそのままエイムするみたいな、 ADS するみたいな、あるある未来。全然使いこなせてないのが悔しいですね。あー、なるほど、こうやっていきなり突破できるんだ。こんな感じでキルする。リロード、いるな、おい、いてー、ワンちゃんやめて。これでこそ負け入り逃げれるんですね。引っかかるんですねー、さっきのファニー。負けー。これもスモーク案件、多分車線がめちゃくちゃ切れてないから、スモークでゴリ押すのが正解な気がする。バースト使ってみるか。中間中間、こういうとこそね、至近距離もある程度戦いつつ、遠距離もバースト射撃である程度命中させれますぜっていう、これを使っていくよ。あ、 C1 取られそうやな。くれ、おい、ナイス。あー、ワントリガーで締めれるのいいね。こう、仕打ちから打ち入る、弾がない。いやー、やっぱ無理だな。まあどっちしろ無理だったけど、やっぱ継戦能力が、あ、なんかやっぱこのボドカユンチェーンなんちゃらってやつ、なんか色とチャットで言われてるわ。ちょっと当てといた。オーケー、こういう感じね。まあけどそんなブレはないから扱いやすいよね。いたな、おい、ナイス。まあ、こういうさすがにだだっ広いところはキルできるわな。てか、どの武器でもキルはできるわな。D1 取るか。あ、なんかいたな。待って、フルオートにすぐさま切り替えて、取るか。さっきここら辺おったんよね。絶対隠れてるやろ。ほっ。ほっ。どこ行ったマジで。おい、ナイスキル。おった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 。はい、こんにちは。さあ、これで D1 全部処した。待って、まだいる。これはもうケルティック。あ、二人来るとは聞いてねえ。なんだかんだクソ GG やったっていう。あ、ちなみに、ボードカーなんちゃらってやつは、100キル言ってます。マジファッキュー。ま、うまいだけかもしれませんからね。全弾ヘッドショット。いけそうな気がする。スナイパーライフォー。スナイパーライフォー。スナイパーライフォー。頭狙う。胴体か。けど、こういう感じよ、こういう感じ、こういう感じ。もう、がっつり芋砂よ。まあ、マジでこの、打ち始めがね、タイミングつかめないから。あー、さすがに打てないか。まあ、タイミングすごいつかめないところあるけど、まあまあ、強さは分かったよね。てか、使っててやっぱフルオートは楽しいけど、まあ、普通の銃使いたいなって思いました、僕は。君おかしいよね、やっぱり。あー、またヘッドショットキルしてんね。はぁ？どうやって当てたんやん、それヘッド。おいや、お、けどギリギリって感じでしたね。いた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 、くれ、うわー、我々の勝利だ、ノーパット。はい、ということでね、無事勝利しました、イエイ、最多キル。ま、上手い人の可能性全然ありますからね、きっと。さすがにけど、ないか。はい、っていう感じでですね、こちら新武器が実装されてますので、ぜひぜひ、遊んでみてください。最大どれがいくんだ？あ、6倍とかつけれるんだ。6倍とかつけた時強そうだね。はい、それではご視聴ありがとうございました。